サム・クルフォードは、アメリカ合衆国ネブラスカ州、和風出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。相性は、和方、サム、タイカップと並び、1900年代のデトロイトタイガースの看板打者だった。通算三塁打数の MLB 記録を持つ。高校時代は、スポーツに長け、フットボールで、ネブラスカ州の選手権を二度獲得したことがある。 1898年に和風に巡業で訪れた野球チームに帯同するようになり、翌1899年にカナディアンリーグのチャトムレッツと契約、プロ選手となった。同年ウェスタンリーグを経て、シンシナティレッツに昇格し、9月にはデビューを果たす。1年目は31試合に出場し打率、307の成績を収めた。 レギュラーとなった1901年には16本塁打、104打点を打ち本塁打王となる。この16本の本塁打のうち実に12本がランニングホームランで、現在も1シーズンのランニングホームラン数の MLB 記録となっている。レッツには4年在籍したが、1902年オフに、クロフォードとの契約を回って、アメリカンリーグのデトロイトタイガースと、 レッツとが競合する事態になり、タイガースがレッツへの3000ドルの保証金を支払って、クロフォードと契約した。タイガース遺跡後の1903年、打率335とリーグ最多の25本の三塁打を放ち期待に応えた。その後タイガースは1905年にタイカップを獲得、カップが台頭した1907年から3年連続でアメリカンリーグを制した。 クロフォードとカップは良いライバル関係にあったのだが、二人ともワールドシリーズではその実力を発揮できず、三年連続で出場したワールドシリーズにいずれも敗退することになる。1910年に120打点を挙げて、自身初の打点王を獲得。翌1911年には自身のシーズン最高打率、378を記録。 1914年と1915年には2年連続で打点王を獲得した。また三塁打数は1913年から1915年の3年、続けてリーグ最多と30代を過ぎてもその総力は衰えを見せなかった。前後するが、1913年のオフにはチャールズ・コミスキーを総監督とする世界周遊野球チームに参加し、 同年来日を果たしている。しかし1916年になって、タイガースは若手のハリー・ハイルマンをレギュラーの外野手に起用する方針を打ち出し、出場機会は急激に減っていった。1917年シーズンを最後にタイガースを離れ、以後メジャーでプレーすることはなかった。タイガースを離れた後は、1921年までパシフィックコーストリーグでプレーを続け、 その後南カリフォルニア大学などでコーチを歴任した。1935年から1938年にはパシフィックコーストリーグの審判をしていた。1957年、ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1968年、カリフォルニア州ハリウッドにて死去。同年シンシナ・ティレッツは彼を球団の殿堂入り選手とした。 ありがとうございます。